溝下はじめのちょっと尋ねて長く尋ねて42回目、今年はですね1月からいきなり、大変な、何ですかこれ、コロスケ問題が、コロスケ騒動で始まりましたけど、皆さんなんとか生きてらっしゃるでしょうか。私溝下はじめです。今日はですね、かなり久しぶりの、登場というか、まあ、初登場なんですけど、私のコンテンツの中では、アレンジとですねレコーディングを担当しました、アーティストが今日は来てくれております。シンガーソングライターの美和子さんです。美和子でーす。はい。そしてもう声聞こえてますけど、これは今日は電話ゲストで来てもらっているというか、映っております。ドラマ、サウンドプロデューサーである、戸田康弘さんです。南の島からすいません戸田さん。このね大変な時に南の島で何してるんですか。ちょっと逃げてきちゃった。そうですね、戸田さんと私の出会いはですね、もう10年近く前ですけど2011年ぐらいですかね、台湾で一緒にライブやらせてもらいまして、サポートして、その時にドラマーの戸田さんにパーカッション叩いてもらいまして、それでラブハンドルズ、私と、私の相方、若林俊一と、はい、3人で、もう一人、鍵盤のね、ケンちゃん、ケンちゃんね、内倉くんがいましたけど、はい、そこで出会ってもかれこれね10年近くなるんですけど、そうですね、ちょうど1年前に戸田さんがこれ戸田さんがプロデュースされてるっていいんですかね。宮古セルフプロデュースの、面倒見てるお兄ちゃんみたいな感じ。ややこしい。そうですか。で、そのご紹介もありまして、私が一曲ですね、アレンジと、レコーディングをお手伝いさせてもらいまして、お世話になりました。それ以来なんで、こうやってお家でトークさせてもらうのは初めてなんで、そうですね、本当だから宮古さん一人で来るのか、本当は戸田さんも一緒に来てくださいって話だったんですけど、はいはいはい、土壇場になってまさかのつい 2,3 日前に連絡したら日本にいないと、すいませんね、本当どうしたんですか。もう、まあ、わけはですね、まあ後半また聞きましょうか。それそう、後で話しますけどね。大変な状況ですよ。はい、そうですよね、今世界中というか、そうですよね、世界中ですね、アジア発信で大変なことになってますから、コロスケ問題ですね、はい、コロスケがね、はい、そうなんですよね。だからもともと戸田さんっていうのはだから台湾で活躍されてるドラマーなんで、そうですね、台湾を中心に、そうですね、中華圏に、行ったりしたり、中国の方も、中国の方も行きますよ。行ってましたよね。でも中国も上海の方もにもね、そうですね。今中止になっちゃったりして、一回そういう話で一度この番組にも来ていただいたんで、あれからもうまたあれは去年一昨年ぐらいでしたっけ？ツアー時代ですか？前回ゲストで来ていただいたじゃないですか、戸田さん一人で。そうですね、来ましたね。あれはそう、もうおととしの暮れぐらいですよね。まさかあれから1年後ね、また一回日本に戻ってこられてたんで、そうね、まさかまたこんなリスクの話、またリスキーな話をまたすんのかと、置いてくぼりになったこの美和子さんはどうですか。複雑ですよ。今年の方ライブとかほらなんか入ってたんじゃないの。そう、いろいろ計画ちょっとありましたね。でしかもね、その後に、はい、宮古実は台湾に連れてって台湾ツアーっていうのをねやったんですよ。ほう、まあ大盛況で、はい、で結局その宮古の何て言うかな、聞いてくれるリスナーがいるなっていう思ったのが、半々、半分怖い感じでも言ったけども、結局台北はワンマンでね、満タンで、すごくいいノリで、いっぱい収穫があって、すごいじゃないですか。でこれからまたそのこっちのアーティストを日本に連れてって、
宮古なんかと一緒にこうコラボさせようかって思った矢先にこんな感じだったんですね。あのコロスケが、コロスケがもうコロちゃんがやってきて、うん、ね、でも本当にね、あの台北のリスナーはもう宮古をすごく支持してくれて、はい、まあ、うん、確実に次に繋がったなっていうのがあったんですけど、はい、我々はだから今日本に取り残されましてですね最近ケツ拭いてないですか私。あ、そうなんですか。トイレットペーパーないからもう、そうそうそう、そのまますぐあのバスルーム直行ですよ。もうデマなんでしょデマなんでしょ、もう、ね、本当にこっから発信しないとね、もうね、マスクなくなったりとかね。そうですよ、大変ですよね。え、まあ、あのそっちはもうマスクないとこに今いてるんですか。マスクなしで、OK、あのまあ、これがまたいろいろ皆さんニュースで、ね、調べてもらえば分かると思うんですけど、はい、台湾にね、あのね、すごくハイテク大臣っていうのがいて、はい、1人何枚か、あのまあ、身分証の番号があるんですけど、身分証の番号の末桁で、はい、今日は買えないみたいなのがあって、はいはい、1人何枚までっていうのも、みんなに公平に渡るようになってるんで、配給みたいな感じですか。うん、買い占めみたいなことは絶対起きないし、すごいですね。うんうん、でしかもアプリがあって、はい、どの薬局に何枚残ってるのか全部もう一目瞭然なの。はあ、うん、そういうすごいですね。進んでますね。早い。うん、もう日本でも置いてきぼりですよ。我々のこのアイランドは、うんうん、我々アイランドはもう、うん、我々アイランド政府はもう後手後手ですよ。もう後手後手ですね。本当にもうあの何歩も遅れて動いてるんでね、困っちゃいましたね。もうまあね、実際何人ぐらい今感染してるとかね、分かんないんで。ねえ、分かんないですね。今なんかあれじゃん、だってみやこちゃんなんかもさ、電車で来たわけ車で来たわけ。何が言いたいですかね。そうなんでしょ、いっぱい人がいるじゃん。なんかムーンウォークで来たらしいですよ。ムーンウォークで、ムーンウォークで来たらしい。私は無事です。すごい人なんでしょ。うん、すごい人なんでしょ、だってみんなマスクして。すごい人でしょ。ただね、うん、まあ、僕個人的にパッとこう、僕、うん、全くマスクしない人間なんですけど、うん、まあ、見るとね、あの女の子が全部可愛く見えますよね。ここだけね。そう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 。ひどい話よ。何の話や。何の話。まあ、話ちょっと美和子ちゃんの話もしたいんですけど、うん、ライブ大丈夫ですか、ライブ。ライブは中止なってないの。まだ決まってない。まあ言うたらライブミュージシャンじゃないですか。まあそうです ね, ねえ、もうちょっとアルバムを作りたいので、そっちのだってもう投げ銭で食ってるみたいなとこあるじゃないですか、ね、恥ずかしい投げ銭プレイヤー。だからあの戸田さん の,、うん、あのお店ね、はい、何でしたっけ。そうです、フォルモサ。フォルモサって言います。フォルモサってね、うん、埼玉のどこでしたっけ。宮代町の駅前ですよね、はい、駅前、東武動物公園駅から動物公園駅、はい、ね、西口です、ね、あの実は去年私そこでライブやらせてもらいまして、うん、ね、ほんであの宮子ちゃん見に来てくれて、はい、ね、あの頃は楽しかったな。もうついこないだやけどね。本当ですよ。でも、もう5月とか去年のね。あ、結構経ちますね。あの頃はですね、本当に、うん、しょうがないで終わらせたくないですね、結局また我々本当、前回も話しましたけどね、我々みたいなその末端のミュージシャンは、はい、一番最初にこう影響を受けるじゃないですか。そうですよ。現場に出てる末端というか現場に出てるミュージシャンは、はい、うん、だからね、厳しいですね。はい、自粛しなさい自粛しなさいって言って、僕だから1月、うん、2月、3月、うん、あの何にもないですよ、うん、あ、本当ですか。ええ、うん、もうね、またずれが半端ないですもん。またずれ、とこずれが、あ、とこずれが半端ないですよ。おじいちゃんじゃん。まあ寝すぎでガタガタなっちゃう。あのね、今日だから本当は戸田さんがね、あの美和子ちゃんと来てくれるって聞いてたから、うん、久しぶりに僕今日起きたんですよ。起きた。ほんなら戸田さん日本におらんからドキャーですよね。そうなんですよね。ちょっと、ね、急に、うん、急に決めたんで、うん、そうっすか、うん、もうなんか女心みたいですね。そうですね、なんか
神さんみたいなこと言いますね。もう決めたから。今なんで安い LCC の飛行機なんか4時間前に取れるんですよ、飛行機のチケットなんか、はいはい、だからまあ もともと行く日は来ましたんですけど、その台湾人、いや台湾が日本人をこう入国させるランクが3ランクあって、2ランク目になったんですけど、はい、でそれだともう3ランク目になっちゃうともう完全に隔離されちゃうんで、そうするともう仕事にならないんで、で僕なんかはやっぱりもうツアーなんかドラムね、コンサートやるのにドラムがないみたいな状況をちょっと僕考えられなかったんで、もう2ランク目になったって時点でもうその日の朝もう行くぞっつって、嫁子供連れて、学校も休ませて、で学校休んだ次の日にあれになってました、ね、シェイカーとタンバリンしか持ってきてないみたいな、日本の学校も休み。そうです、そしたらあれですもん、日本の学校今休みになったじゃないですか。そうですね、結局ね、大正解ですよ。全然、全然日本の学校 休まず春休みになっちゃったんで、日本はあっちの方なんで、まあ、お子さんにしてみればいい春休みですね。そうですね、こんなとこで海辺で、海辺で、はい、ふざけんなよと思ってんだろ。いやもうそれもいろんな家庭の事情がありますからね。そうそうそう、まあ、私なんて、もう完全一人もんなんで、いやいやいや、もう別にまあまあ全然気にしてないですけどね。そんな守るものがないんで。ロケーションいいですよ、ロケーションいいですよ、いいですよ、ね、ライブしに来ればいいんだよ、いいな、もうだって日本の皆さん、家族もおるし、いいっすよね。いやいやいや、まあ、まあ、すぐそこ民宿なんで、まあ後でちょっとね、ここの地図で貼っといてもらって、ここです、ここです。多分ね、僕がそこにね、逆に僕がそこに立ってたら、まあ東尋坊に見えますよね。落ちると、早まるなっていう感じがすると思うんですよ。今度ヤシの木もあるとこで、すごいな。ちょっと宮子ちゃん、ちょっとじゃあ去年私と一緒に作り上げた曲をですね、はい、ちょっと聴かせてください。麗しい世界っていう曲なんですけども、はい、PV はフォルモサ、さっき出てきましたね、はいはい、カフェの近くにある場所で、はい、戸田さん撮影。私、我々の憧れの憧れのね、カフェ。やめてよもう。ね、後半はね、カフェの、本当にカフェ使って撮影しましたんで。手作り感満載の。はい、じゃあ聞いてください。みやこさんで麗しい世界。Hope
美和子さんで麗しい世界。はい、ということで、私そうですね、この今聞いた曲までしか私知らないんですよ実は。おうおう、その後なんか作品は増えてるというか、こう、そうですね、リリース的なものとか。そうですね、去年の台湾ツアーやったんですけど、はいはい、それのためにクラウドファンディングしまして、クラウドファンディングの方の特典で、はい、クラウドファンディングの方のみに出してる曲とかも作ってたので、ちょっとストックというか、はいはいはい、がたくさんある感じですね。そのじゃクラウドファンディングでじゃあ、はい、なんか作ったんですよね、そのある作品というかアルバムが。そうです、作品作って、はいはい、手作りの作って、はい、どんな感じですかねそれ。ちょっとなんかなんていうんですかね、自分で言うのも恥ずかしいんですけど、はい、まあ、爽やか系じゃないですか。あ、これありません、これですよね。あ、これね、これ違うやつなんですね、爽やか系なんですけど、はい、それで一個ちょっと実験的にやりたいことがあって、まあ、一人で歌うよりも、まあ、男性と一緒に、しかも何ですかね、男女のユニットでハモリって多いじゃないですか、うん、そうじゃなくてユニゾンで歌ったらどんな雰囲気出るのか、はいはいはい、それをやりたくて一曲作った曲があって、それをちょっと流したいです。あ、なるほど。それ聞きますか。これ戸田さんも絡んでるんですよね。これは台湾公演で一緒に演奏してくれた、うん、あるね、はい、うんうんうん、曲ですね。ほう、それ聞きますか。いいですかね。はい、はい、じゃあ、曲紹介してください。はい、はい、曲名きっとこの先はという曲なんですけど、はい、はい、じゃあ、きっとこの先は、はい、はい、聞いてください。ましたのは、きっとこの先は、はい、はい、これなんかさっきちょっとちらっと聞いたんですけど、音源にはなってないってことですね。
そうです、これからしたいなという一曲ではあるんですけども、うんうんうん、まあライブでは盛り上がったんですかこれ。そうですね、これ結構ね、なんですかね、ジローちゃんっていう、昔ね、水戸さんの番組出た時に干された時の話したじゃないですか、はい、え、なんすか、ツアーの前日に干されたって話、はい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 、はい、その時のギターのやつにサポートしてもらったんですよ今回。ミヤコ、そうなんですよ、で彼ら結構日本語学科で日本語も堪能で、はい、バッチリねコーラスもハマったよね、はいはい、うん、ぜひあの YouTube で見てもらって。そうですね、そうかそうか、やっぱり言葉の壁があるからね、うん、まあ、そこどうなるかなと思ったけど、まあ、一手間かかりますよね本来なら ね、うんうん、まあ、でもやっぱりそこはやっぱり土地感もあるけど台北って結構都会だから、うんうん、まあ宮古 の雰囲気もバッチリあったし、はい、言葉が分かんなくてもすごく共感してくれたから、もう CD そういうのあったもんね、うん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 、うん、すごい、あのグルーヴもすごい良かったですよね。ね、あれはね、なんだろう、一緒にこう波に乗ってる感じでね、空気がね、うん、本当にとてもいい。もう本来ならね、アジアも一丸となってグルーヴしていかないとダメなんですけどね。うまいこと言いますね。そうですね、本当にそうですよ、まあ、そのグルーヴを合わさせないような勢力がありますからね、まあ、昔から歴史的にね、そうそうそう、ですね、まあでも僕らが、ね、やっていくこともやっぱり今回そのもともと日本で一緒にこう宮古と、コラボさせようとしてたのも中華圏だけど、やっぱマレーシアの方なんで結構遠いんで、はいはい、まあ いろんなね、いろんなこうアジアのミュージシャンとこう関わりがあって、さっきも言いましたけどこの感じですね、距離あるのにこんなね話せると、うん、今度 5G になってきた時に、そうですね、もしかしたら台北に飛ばなくてもいい、日本にいて一緒にリハできたり、うん、一緒にライブできたりとか、リハとか、そうですね、スタジオセッションとかできますよね、うん、できますよね、うん、これ何年後かこの映像見て、あ、こんなことあったな、なんて言って笑っちゃう、めちゃめちゃアナログで、いろいろ、ね、でもやっぱり ね、その都度ね、アップデートしていろいろ試していかないと、ね、やっぱりいきなりドーンでなかなかついていけないじゃないですか。そうですね、あ、もう、まあ、こんな機材で頑張ってますって、試行錯誤して ね、楽しいです、楽しいです、そうですよね、いいな、うん、台湾いいな。もう今日32度ですからね、本当に、うん、もうムカつくでしょ、アホなのじゃないですか、そんな。もう汗臭くて、ほら、そうですか、うん、まあね、ちょっと今そのコロスケ問題もあるんで、はい、そっちのなんていうんですかね、はい、日本のその後手後手状態の日本のメディアの、はい、とはやっぱり違いますよね、台湾のその情報というか。まあそうですね、やっぱりでも台湾はね、まあ一番印象的な報道は120年前に台湾のこう貿易の疫学みたいな日本人に習ったと、120年前に、はい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 、今は台湾が日本に教えなくちゃいけないっていう、そういう記事があった。なるほど、何をやってるんだと。もうだからもうね、日本は発展途上国に戻りつつあるからね。そうです、ええ、もう途上ですよ、この部分に関してはもう本当に今年からすごいことになると思いますよ、うん、日本はね、えこの後大変でしょうね、ジェットコースターですよ、うん、大変です、恋も、もう日本も恋もジェットコースターですよ。本当ですね。もう大変、うん、今なんか逆に宮古なんかと一緒に制作やってるんですよ、はい、だから今結構いい歌詞書くんですよ、宮古さん、ね、知ってます、してます。ありがとうございます。だから今3曲書いたっけ、うん、そうですね、3曲やっと終わったところですね、まあもうアニメっていうの、ネットゲームっていうのかな、ね、ゲーム系のも やってるし、はい、アプリもやってるし、だからしばらく戸田さんも台湾の方なんで、うん、だからこういう形でビデオ通話とか、うん、そういうので作業していく感じですよね、うん、そうですね、うん、ほぼほぼ、うんね、ほんで、まあまあ、宮古ちゃん日本じゃないですか。そうですね、そうですね、だから音関係はじゃあこっちでやっておきますよ、はい。なかったらこっちで音関係いいサポーターです。ほんでプロデュース、プロデュースディレクションはだから戸田さんにやってもらったら、まあ基本雑用と営業なんで、すいません。営業取ってくるんで。さすがにね、だからだって、しばらくとか台湾にいてるってことは日本では作業できないじゃないですか。そうですね、そうですね、うん、
うん、大変ですよ、楽しみですどうなっちゃうんだろうな、本当に、ね、どうですか、水さんの、水さんの周りどうですか、やっぱり現場に出てる、あのね、私もあのクラウディアっていう、うん、ちょっとあのそうそう昭和歌謡と洋楽のハイブリッドバンドとかはやってる、あのメンバーとかは基本的にやっぱりライブミュージシャンばっかりなんですよね、スタジオ、あのなんていうの、スタジオワークというより現場っていうか、あのステージの上が多いんで、結構みんな今月とかね、ライブ飛んじゃってるんで、大変そうですけどね。まあ僕はもともと暇でしたけど、僕はあの飛んだライブ1本だけなんで、あ、本当ですか、まあ、俺も1本だけですけど、上海、そうなんですよ、よかったですけどね。だからまあこういう動画作ったりとか、うん、ね、あのする時間はたっぷりあるんで、はい、あの宮子、あのアルバム作りたいんだって。そうなんです、ね、アルバム作りたいんですよ。なんか今ミニアルバムは過去にあるんですよね、これ、うん、そうなんですよね、これ、あ、ここんなとこにこれ、ね、これいつですか、これは、もうでも2014年って書いてますね、結構前ですね、6年前ですね、ちょこちょこ作ってはいるんですけどね、これ6曲入りなんでフル作りたいんですよ、はい、今フルってじゃあ何曲ですか、12、3、もう結構入ってるな、いけたら、でも意外と今デモできてるって感じ、でも溜まってますね、うん、ここに入ってない曲も台湾ツアーでたくさんやったりとかしたんで、うん、なんか聞いたらこれ全部あの英語で歌ってるんでしょ、これ英語なんですよ、うん、今度日本語攻めたい、全部英語じゃあ英語でじゃあオリジナルっていうか、あの歌詞書けるな、英語でも書きますね、すごいな、もうインターナショナルよ、ろしくお願いしますそれもちょっとでもあの去年の目標っていうか、今までこうやってる中で海外でライブしたいっていうのがまず第一にあって、それでまあ英語をやらなきゃっていうのでやってたっていうのがもともとがあって、まあそれがいきなりトトホンと出会って去年、でもちょっと顔立ちはあれもね、ちょっと日本人マナーにしてるもんね、もうそんなことあります、なんか嬉しいな、やっぱちょっとええとこの子の教育受けてる感じするもん、受けそうそう、もう僕なんてあの関西弁しか喋れないですから、ね、いや、やっぱりそうなんですよ、ちょっと日本語でなんですか、洋楽っぽいって言うわけじゃないんですけど、うん、自分の世界をこっともうちょっとできたらいいなと思ってて、うん、そういうアルバムを、あと人生経験、はい、なんかこの6年いろいろありましたよね、うん、まあ島倉千代子やねそうで、いろいろ本当に人生島倉千代子、ね、本当にいろいろやって、うん、なんか若い時って、うん、あれじゃないですか、ちょっと悲しい楽しいだけなのに、うん、ちょっと違うんですよ、違う経験というか、うん、難しいんですけど、苦しさも憎しみとか、はいはい、そういう、はいはい、なんかそういうのもこう入れられたらいいなと思って、はい、ちょっとやっぱりこのジャケット見るとちょっと爽やかすぎるよね、爽やかす、あ、若いもう次はちょっと泥臭さというか、泥まで行くかな泥ちょっとだから人間味というか ね、 ね、そういうのね、ちょっと出来たてのカレーじゃなくて、やっぱり 2,3 日煮込んだかような、そうですね、味とコクと、うん、ね、なんか面白みが、そうですね、そうそう、出したらなと思ってて、やっぱり島倉千代子目指してねあと何年か人生いろいろでそうですね、うん、そうですね、なんかやっぱり変わってきますね、うん、まあでも、うん、そう、俺は宮子ちゃんと出会えてよかったですよ、いろいろ去年も動けて、あ、僕も、うん、あ、宮子ちゃんと出会えてよかった、なんか恥ずかしいような、うん、嬉しいですけど、綺麗で、うん、楽しい、うん、いろんな話して、まあ、今成長していってるからどん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 楽しいですね、うん、うん、なるほどね、そういえば忘れてたけど、うん、なんか一昨年ぐらいなんか私の弟使ってませんでした、うん、すいません、使わせていただきましてあの違う、はい、私の弟もギタリストなんで、そう、今人気 YouTuber ですからね、すごいよ、あのギターのなんていうんですか、うん、ギターサロンみたいな番組やってて、うんうん、チェックしなきゃ、すごいすごい、みそしたゆうやって言うんですけどね、なんかライブ使ってましたよね、あの戸田さんの現場で、うん、それも、はい、そう、まあ僕らが毎年やってたその台湾フェスっていう、台湾のミュージシャンを日本に連れてきてやる、はい、あの系列で使わせていただきましたよあ、そうですか、まあ、ありがとうございます、よろし、あの溝下家、溝下家をよろしくお願いしますまあ、うん、とってもいいギターで、はい、うん、助かりました、ね、はい、ました、あの、うん、兄の方も暇してるんで、うん、よろしくお願いしますいやこちらもよろしくお願いします、はい、でそれこそだから美和子ちゃん動いたらお願いしますよ、
本当ですよ、ね、お願いしますよ、うんうん、ですか、まあまあ、うん、音現場ここしか今ない、うん、ないね、どうしますね、そろそろ、じゃあそうですね、うん、まあ今日はちょっと お試しで、うん、遠隔で、そうですね、こういうビデオ通話で話できるかなっていうのをちょっと試してみたかったんで、うん、うん、やってみました。お付き合いありがとうございます、うん、いやいや、こちらこそ。ほんで、まあ、これからどんどんこういうのも、うん、やっていこうかなと思ってる。やっていきましょう、やっていきましょう、うんうん、ぜひ、蔡英文ちゃんによろしくお伝えください。いや、本当にですね、綺麗やでって言うといてください。綺麗やで、誰にでも言って後輩にっていうお伝えください、ね、とね、ね、はい、楽しみにいろいろ、まあ、こう紹介したり、はい、ね、台湾のミュージシャンと交流するような、そういう、そうですね、これいいですね、そのアイデア、ね、本当に、ね、うん、ぜひバンティの方もね、あ、この間連絡して、まあ、すぐそこなんだけど、遊びに行くよなんて話しましたけどね、いや、うん、あ、じゃあもうぜひ、このそうですね、これに出てビデオ通話のこのゲストに、あ、いいっすね、あ、いいっすね、こっちは もしかしたら小山マンティ、うん、小山マンティゲストで呼んでるかもしれないですけど俺待ってたら誰やねん、役が大変だなそれ、誰やねんって話ですけどね誰やねん、まあそんな感じで、まあ今日はもうそろそろ 日も暮れてきましたね、うん、いい感じにね、いいな、暖かいから、はい、本当ですね、うん、32度かもいないしね、もう、うん、ほんま東尋坊、逆東尋坊ですね、逆東尋坊、天国です、ね、でも本当ここコロちゃんいないから、はい、あ、コロスケいないから、逆に昨日土日なんか台北からこう逃げてくるお客さんいっぱいいましたよ、はい、あ、そうですか、国内でも、観光地、そうそう、ここ人いないし全然、やっぱ後で地図見れば分かるけど、やっぱあれですよね、うん、日本で見てる中国情報、うん、中国の情報とやっぱりその台湾で行ってる時の中国情報違いますよね。全然違います。全然違います。ね。そこを掘り下げたい。まあ、ある意味我々は、我々も隔離されてるってことですね。どうでしょうね。情報の隔離、情報の隔離みたいになってるんですかね。お利口さんになっちゃってるのかな、なんかみんな。お利口さんになってればいいのかな。うん、ちょっとうんって思ってるとこが守りが少ないじゃない、ね、うん、ちょっとまたそうですね、まあ、3月4月と様子見つつ、うんうん、またなんか情報あったらこの、そう、もしよければまあ、編集大変でしょうけど、なるべくリアルタイムにやれれば、そうですね、いや編集大変ですよ、うん、例えばその、うん、戸田さん情報のコーナーみたいなだけコーナーできるんですか、なんかこんな私のコーナーができる、いや、こんなあったよっていうコロちゃん、コロちゃん情報みたいなコロスケ、コロスケ情報みたいな収束まで、情報なりっつってっ、いいっすよ、うん、そういうのあればまた遠隔で、うん、コンテンツにできたらなみたいなのは、そうですね、理想ですけどね、はい、はい、てな感じで、はい、そうですね、戸田さんと私のコラボ作品があるじゃないですか。ありますね。もう何年、ずいぶん前ですよ。2014年ぐらいですかね。ねえ。もうな、もう5、6年、5、6年前ですよ。この間、その合唱団の子がお店に、はい、子供さんに来て、はい、もう高校生だって言ってましたからね。はあはあはあ。埼玉の宮代町の、はい、まあ、はい、長歌みたいなのね。長歌です。60周年の長歌です、ね。60周年の長歌、はい、作りましたね。はい、だからそれ、まあ、もう今とこ我々の代表作なんで、我々の代表作です、はい、もうこれ以上ないですよ、きっと100年目はうちの息子がやりますからだからもう最後にちょっとその勢いよく ね流して終わろうかなと思います、はい、あんまり長くなったら怒られるんで、はいはいどうも今日はありがとうございました、ありがとうございました、どうも、はい、ありがとうございました、はい、今日は台湾から、電話ゲストで、ドラマ、プロデューサー、はい、戸田康弘さんと、シンガーソングライター美和子さんでした、どうもありがとうございました、ありがとうございました、どうも。突然の夕立に傘もささず立ってた、この雨はすぐ止むよ、僕に
右にしか回ることで